墓守の絵材もいざ尋常に立ち稼ぐ勝負スキルインファイターいろいろと試させてもらうぞロボムサーただの切り上げでこの速度立ち稼ぐ首やだタイミングずらってきた見えてんだよバーカー本当に初見で見切っちゃったよ墓守のウェザイモンは時間経過により戦闘の状況が変化する。まず第一フェーズは10分間生き延びる。その鍵となるのは君だ、三楽か。プロゲーマー相手に引けを取らない君なら、奴の攻撃を攻略できるはず。立ち風から派生するモーションは、右手からの振り下ろし、両手水平の切り払い、そこからディレイの入った突き、ここを切り上げ。そう、この二人となら私のすべてをこの一戦にかけられる。なるほど、大層立派な装甲だ。足払いもどこを攻撃してもピクリともひるまない。おまけに攻撃すべてが即死級。確かに聞いてた通りだな。聞いてた通り、こいつは立ち稼ぐ。倒せるような相手じゃない。